まもなく5番線に飯田原の普通列車が到着します。列車到着後は降りのお客様が来る前からご乗車ください。この列車は折り返し10時7分発甲府行きです。
より車掌が車内へお伺いいたします。乗車券をお持ちになるお客様、乗り越しされるお客様、いらっしゃいましたら車掌がお近くを通りました際お伺いください。
小バス停です。お出口は左側です。小バス停では下り特急列車との列車行き違いのため5分ほど停車いたします。発車は10時40分です。あらかじめご了承ください。これより車掌が車内へお伺いいたします。乗車券をお持ちでないお客様、乗り越しされるお客様、いらっしゃいましたら車掌が近くを通りました際ご伺いください。
岡品です。お出口は右側です。春の火災予防運動の実施期間となります。この時期は空気が乾燥し火災が発生しやすくなっています。皆様のご家庭から火災を出さないよう一人一人が火の取り扱いに十分注意しましょう。
Thank you.
人が火の取り扱いに十分注意しましょう。まもなく2番線に普通高尾行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は6両です。
際にはボタンを押してください。ドアを閉める際には後ろのお客様にご注意ください。Thank you.
本日も JR 東
次の電車をご利用ください。まもなく3番線に快速大月行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下げください。この電車は西荻窪には停車いたしません。1番線の電車をご利用ください。まもなく3番線に快速大月行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下げください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の4番線の荻窪ご乗車ありがとうございます。Thank you.
ください。この電車は西荻窪には停車いたしません。1番線の電車をご利用ください。まもなく3番線に快速豊田行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の4番線の電車は19時19分発快速東京。荻窪ご乗車ありがとうございます。
番線を電車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく4番線を電車が通過いたします。危ないですから黄色い線までお下がりください。
Thank you.
本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。
整列乗車をお願いしております。4列に並んでお待ちください。本日